おはようございます。さあ始まりました、釣り奇妙の世界。私漢字3文字で釣り奇妙と申します。申しました。本日は、下津沖にございます、帳簿の中に来ております。マップオン。はい、場所はここになります。今日ですね、初めての場所、帳簿の中にやってきたのでちょっと楽しみですね。どんな風に攻めるかっていうのは、頭空っぽにして頑張っていきたいと思います。ウェア、一応ゴアテックスのウェアなんですけど、もう買って何年も経って、前回日振島の方に遠征に行ったんですけど、雨が降ったりして撥水が切れてきましたと、実感したので、一応このダイワさんのね、こういう撥水スプレーっていうのを洗った後にこう吹きつけてきました。今日は雨が降らないのでかかりません。多分効果があるんじゃないかなと思いますので、こういうメンテナンスするスプレーもあるということが今日の便利情報でございました。釣り奇妙の世界で、ご紹介していこうと思っているのが針ですね。はい、針です。針これですね、鬼掛さんの、見えるかな、強根チヌっていう針を使います。上手な人がですね、このチヌ針はいいよって皆さんおっしゃってます。何がいいか、メーカーはまず鬼掛株式会社はやぶさの針で、円筒仕様って書いてあって、裏にこう説明があるんですよ。剣付きっていうやつなんですよね。遠いところを狙うときに、オキアミがポロッと外れたりするのを防ぐ剣っていうのが、針の返しともう一個この軸のところについていく、結構力強く振ってもオキアミが取れませんよっていう針になります。チヌにもグレにも使える針だそうなので、私は全然使ったことないですけど、おすすめの針ということで、強根チヌ1号、皆さん釣具店で見つけたらぜひゲットしてください。今後はちょっとこれを使っていきたいなと思います。はい、余談が過ぎましたが、今日も一日頑張るぞ。あ、シュッ。なかなか寒チヌっぽい餌も残ってくるし、よいしょ、ちょっと、今日の就業剤の配合は、マッケ研究で、巻き研究3バージョンのぬか配合巻きですね。で、今4頭ぐらいしましたけど、餌が残ってきますね。で、水深もね、初めて来たところなんでよーくわかんないんで、今
花が、ハリスが2ヒロに誘導を1ヒロなので大体3ヒロぐらいで、まあ根掛かりはなさそうですね。潮は、もうほとんど止まってるような状態になってます。まあ、左対右でフラフラしてますけど、餌が取られないので、チヌがいたらバクッと食うような感じだとは思うんですけどね。はい、カンチヌ釣りっぽい感じにはなってますね。潮があれですね、9時半ぐらいまで下げてそこから上げ潮っていう形になるので、もう少し前に出れるとは思います。今時刻はだいたい7時35分なんで、気のせいでしたね。お、入った入った気がしたけど今出てきましたね。お、これは触ってらっしゃるっぽいかな、気のせいかな。えい、食ってた、イグイでしたね。イグイでしたよ。おいおいおい、結構引くな、なかなかパワフル、なかなかパワフルですよ。ほい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 、楽しいじゃないですか。楽しい、楽しいわ、楽しいわ、なかなかパワフルだな。おい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 、なかなかパワフル。なかなかパワフルですね。いやー、楽しい面ね。めっちゃ曲がる。竿がめっちゃ曲がる。はいはい。いらっしゃい、いらっしゃい。よいしょー、ゲット、1匹目。大きいね、大きいっす。やりました、1匹目ゲッツ。みんな太ってる。よし、チヌ、チヌ、チヌ。45ぐらいね。ケーキ。さあ、2匹目狙いましょう。ヒット餌はオキアミでした。ん、棚がやっぱり竿1本ないぐらい、バツコーンと食いましたね。あんま走らなかったですけど、今日ですね、久々にダイワさんのベガスティックタフ遠投ロングっていう棒置きを使ってます。やっぱよく飛びますね。なんか当たってる感じがするな。ちょっと潮がこう少し左に流れるようになってきました。来ちゃった、来ちゃったけど手先が絡んでるから
えらいことになってお、なにこれ超いいじゃん。死ぬじゃない。おいっしょー、超でかウマヅラハギ。これバリバリ美味しいと思いますよ。あった。やった。よっと、おっThank you.
なんやねんこれ。ああ切れた。コブかな。止まらんやったな。全然止まらんやった。すごかったな今の。やっぱそこの岩盤のちょっとした落ち込みが3メートルぐらいポスッと落ちてるんですけど、そこの際しか今日食わんですね。遠投しても全然ダメだし、全部この岩盤際で釣れてる感じかなと。もうフグが釣れるのもタイが釣れるのもチリが釣れるのも全部その岩盤際でしか食ってないですね。そういうポイントなのかもしれない。チンじゃないじゃん、これ。チンだった。おひょ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 。おひょひょ。おひょひょひょ。あの手。お疲れ様でした。本日の釣果なんですけども、ドン。チヌが4枚とマダイが1枚とカワハギが1枚釣れました。常後の中なんですけど、
本日初めて来たんですが、ポイントがよくわからなくてですね、最初も結構遠投したりしてたんですけど、干潮になったら現れるね岩盤の先が見えるんですけども、その結構近いところの落ち込みのその際でね、全部マダイとかウチヌも、全部そこで釣れるような感じでした。まだねすごいこう餌取りが多くて、こっちの活性があんまり高くないような感じなんですけども、まああの下津よきもね、やっぱ寒中が本格化してきたような感じなので、皆さんもぜひ攻めてみたらいかがでしょうかという感じで、ご視聴ありがとうございます。また会うその日までバイ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 。動画のご視聴ありがとうございます。次のおすすめ動画はこちらこちらこちら。チャンネル登録もお願いします。バイバーイ。